千代田区のイベント会場で人を追いかけて荷物を届ける運搬ロボットなどの実証実験が行われました。都が行ったこの実験は、野菜など重い荷物を乗せた運搬ロボットを多くの人が行き交う街中のイベント会場で走行させるというものです。実験ではボタンを押した人の足などを認識し、追いかけて走るロボットエフィボットや、カメラで道や障害物を認識し、登録された地図の場所まで全自動で走るロボットマーブルなどがイベントに野菜を届けました。運搬ロボットはまだ公道を走ることはできませんが、およそ300キロの荷物を運べるということで、これからの人手不足の解消や業務負担の削減に一役買うとみられています。実験を見ていた子どもたちは、街中をロボットが走る様子を興味深く見つめていました。実験を終えた担当者は、今後は公道で走ることが認められるよう実験を重ねたいと話しました。